アシュツゲートね、さっきの試合気にはなったけど。危ね。またセーブルボードのやつが回してねえんだろ？俺のが全然回してねえんだぜ、俺。いやー、これ外れだと思うわ。こいつらの頭の中どうなってんのか説明してほしいわ。もうさ、このモレルがとにかくひどい、とにかくやばいレベルでひどい。とにかく上にあるのに上も回さない。ここ回せよ、まず。本当にすげえプレイヤーだと思うよ、ヒロちゃんって。才能あふれるプレイヤー、スーパーセンスの塊。俺らがずーっと触んない行動よ。ずーっとチキンプレイに終始して。それがしわ寄せだよ。俺しか回さないパーティーどうやって勝つの、こいつら。発電機を回すっていう知恵もない。
役立たずプレイヤーの代名詞。ライト持ってても役立たずだから何もできないっていう。こっちの救助もしないっていう役立たずプレイヤー。モレル。いやーもうさー、なんでこのよ、役立たずってさ、発電機回さないの？マジで前代未聞だよ。ほんと怒りを覚えるよ、人の発電機奪ったくせに。このモレルがほんと使えないプレイヤーだよ、多分。ライト救助でただ生きってるだけの。発電機回せよ。ほんと怒りを覚えるだろ、こうやつって。発電機回しゃあいいじゃん、俺、その俺がやってたところ。自分が回してた上のところ回せばいいじゃん。ほら、役立たずプレイヤーの代名詞だから。発電機をただ回してれば、いいだけのゲームを、役立たずって、人の発電機触るから。俺とか見てみな。超上手い人、ワールドクラスのプレイヤーって、チームのためになることしかやってないじゃん。全然発電機回し見ればわかるじゃん。俺が超上手いって。超上手い人って、ワールドクラスのプレイヤーって、誰かに立つのか隠すのか、誰かに託すしかない。意地を張ってるんじゃない。これや、これや、ヒーローじゃん、デッドバロンス、美しい、速い。散ってくセーブルボードのために抜けるんだよ。ありがとう。もう一人のセーブルボード。聞こえるよ、声が。自分よりも早く駆け抜けてくれたんだぞ。すごい美しいプレイ、最後のプレイって。美しいプレイ。はい、成敗してください、こういうやつは。成敗してください、こういうやつは。ライトキュートでイギってるやつは発電機回さないっていう。俺は怒りを覚えてるから、こういうやつは。評価しないから、ライトマンは。結果論だから、ライトマンって。発電機を回せばいいだけのゲーム、これは。明確に。ライトマンはダメだから。ライトマンって発電機触んないんだから。発電機触ってればより有利な盤面作れたゲーム。救助はできたらする。あ、もちろんあれしないよ。しないで誰かに任した方がいいから。絶対。そこで無理救なんかしない。うん。意味がないから、それをしてしまうと。うん。まあ、勝って当たり前。これがヒケロちゃん。ライト救助したふりして発電機回んねせないやつはダメ。何回それで回せねえんだよ。勝って当たり前。ヒロちゃんの美しさ。特に最後は秀逸だったね。あそこの救助捨てて、で、フックに吊るされる前に抜けてあげる。これが優しさ。吊るされてどう思う？抜けてくれって思うじゃん。まともなプレイヤー。俺はそう思うよ。誰か抜けろって思うよ。自分がそのやられる前に抜けてくれる奴がいたら、ほんとありがたいよ。確定一生。チームでやってるんだ、チームで。みんなでやってるんだよ。
人抜けたら勝ちなんだよ。全員戦闘じゃなくていいんだよ。うん。よし。だって当たり前。一人抜ければ勝ちだからね。